シスレーバレーは、イタリアトレビーゾを本拠地としていた、男子バレーボールクラブチーム、通称はトレビーゾ。スポンサー名込みの総称及び、通称1987年、ベネトンファミリーのバレーボールクラブとして、シスレーバレーが創設。セリエ A2 から参入し、1988年、A2 レギュラーシーズン首位で、セリエ A1 へ昇格した。A1 昇格1年目から、 プレイオフセミファイナル進出し、その後も上位の成績を収める。昇格6年目の1994年にプレイオフファイナルの第4戦でミラノを破り、リーグ初優勝。1990年代後半から2000年代にかけてイタリア代表を多数排出するとともに、A1 屈指の強豪クラブへと成長し、リーグ優勝九回、コッパイタリア優勝五回。 スーペルコッパイタリアーナ優勝7回を飾ったほか、セブ主催のクラブ大会においても、欧州チャンピオンズリーグ優勝4回、セブカップ優勝5回を飾った。2011年2月、スポンサーのベネトングループが2012年6月30日以降、ベネトンバスケットとシスレーバレーから撤退すると発表。ユース部門の継続とラグビーチームを残し支援する意向が伝えられた。 同年6月、本拠地をベルーノに移転、失礼ベルーノへ解消し、A1 への登録を行う。2012年6月、期限までに、次シーズンのセリエへの登録をせず、A1 での活動を終了させた。ありがとうございます。